こんばんは、皆様、浅草のしさと申します。こんばんは。どうしてこんな喋り方してるかというとね、三山ひろしさんのファンの方にね、しささん女性ですかって聞かれたのよ。男だと思った。一応ね、兄と弟がいて、私、女なんでございますよ。まあね、兄と弟に囲まれてたからっていうのもあって、あんまり女っぽくないかもしれないよね。と思います。で、今、女性ばっかりの世界で働いてるから、なんか女女してるとさ、ちょっと、やっぱりね、なんか平和が保たれないっていうか、なんだろう、私女子校出身じゃないからわかんないんですけど、でもやっぱり、まあ、自分っぽく、私別に男っぽくしてるつもりはないんだけど、もっとね、女らしくしてほしいって、多分、業界の方、先輩たちは思ってたのかもしれないけど、もうこういうふうに生まれちゃって、30過ぎで私、芸者になったんで、やっぱしょうがないよね。だって私の友達とかが、私が30過ぎてから芸者になったことを、なんか結構笑ってるっていうか こんなじゃないですか。だってこれ、女装だから、これ、今ね、お座敷から帰ってきたんですけど、で、第2弾、私はどんな人なのかっていう第2弾を作んなきゃなと。まず女です。女性でございます。すいませんでした。フィメールでございます。で、レズビアンでもないみたいです。男が好きらしいです。多分ね。で、そうね。で、音楽歴はそうだな。4歳の時からオルガンをやっていて、すごく天才ではないんですよ。でも、コマーシャルソングとかは、なんかこう、自分で弾く感じ。なので、未だにやっぱり、だから今回、歌謡浪曲の、お仕事をいただいた時も、音を送られてきて、それをこう三味線に変換するのは、まあ、自分でもちろんやりますよね。そういうのはやっぱりその頃からまあ音楽やってたっていうか、まあそういうのが得意だった。私みんなができると思ってたの、こういうことって。でもそうじゃないみたいで。で、そういうことが高じて、今はお弟子さんがいます。小唄ですとか、まあ清元を少し教えてます。で、まあ何十人かお弟子さんがいるんですけれども、まあ週に、じゃないや、月に2回とか1回とか、皆さん来られる時に見えてるっていう感じで、歌とか、まあ三味線の人は少ないですけど、教えたりしてます。で、あとはたまにね、NHK のラジオに出たりとか、もうちょっと若い時は1回テレビ CM に出たことがあったりとか、まあそれも全部三味線弾いたりとかするような役で、まあ、中村玉緒さんの後ろでね、三味線弾いたりとかしたこともあります。な感じです。女性です。すいません。まあ別に男だと思ってくれてても構わないけどさ。そんな感じです。他はなんか、あと埼玉県出身です。埼玉県浦和市出身です。浦和市って、埼玉市出身です。まあそんなとこですね。お稽古はやっぱり15歳から始めて東京の先生に習ってて、いまだに師匠は、まあ、いますけどね。やっぱり亡くなったりしてるんで、いろいろ師匠変わってますけど、やってます。まあそんなところですね。まあ女性ですかって聞かれたんで、ちょっと面食らったっていうか、いや面白かったんで 女でした。なので、この声が低いじゃん。ね、だから、結構ね、電話とか出て、いつも男だと思われてたの、若い時ね。で、さっきの、クーラー直す電話の時とかさ、なんか業者の人が来て、あれ、さっきの男の人どこですかって言ったって、私なんだけど、そういう、ね、やっぱり、声が男っぽいらしいね。教えてても、お弟子さんに、私の方が声低かったりするからね。っていうか、低いとね、今みたいに、ブーって高く、この部位、ここが基準だとして、ここまで出るとする。そしたら、ここの裏も出るんですよ。だから、
こっから、ここまで出たら、ここまで出るの。だから、こんだけ音が出るってことになるわけ。でも、低い声出ないと、ここまでしか出ないと、こっちもね、上もここまでしか出ないってことで、裏声がない人は、もいて、で、裏声がなくても、低い声がここまでしか出ないでしょ。だから、低い声出るっていうのはすげえ得なんですよ。低い声が出て裏声が出るタイプの人はすごく得です。で、男の人で教えてて、裏声出ないっていう人がいるの。で、低い声もさほど出ない。そういう人はすっごく幅が狭いです。もう1オクターブぐらいしか出ないの。それ一番ね、教えてて困るとこなんだけど、だから、高いところもうちょっと逃げて伸ばさないようにしたりとかね。まあ、こうやってね、先生みたいなこともやってるんですよ。夜、だからトリプルワークですね。つまり、宴会の、芸者の仕事をして、あとは、先生の仕事。今日は、昼間、お弟子さん、6、7人か、ひどい時だとね、15人ぐらい教えてんだけど、全部マンツーマンだから。ね、教えて、昼間教えて。で、あと自分もそうなんだけど、で、教える仕事と芸者の仕事と、あと、そうやって、まあ、たまにですけど、舞台とかの出演の仕事、ラジオとかのね、マスコミの仕事があるっていう、まあ、トリプルワークをしてます。っていう感じの仕事の仕方です。で、まあ、YouTube ではね、そんな感じで、まあ、一杯飲みに行くぐらい、1ヶ月に1杯飲みに行くぐらいの収入です。みんなね、結構さ、10万円ぐらい稼いでんのとか言うと、とんでもない、とんでもない、とんでもございませんよ。一杯飲みに行くぐらいの収入です。おかげさまで、どうもありがとうございます。ってな感じの仕事の仕方です。ちょっと酔っ払っててごめんね。女性です。ありがとうございました。